コ TV です。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。ジグザグ、何がジグザグかと言いますと、わかるかな。はいはい、これがおお、なんか引っかかった。はい、ジグザグになっているぞ。どうなるのか、まあ簡単に言うとですね、ちょっといいですか、僕の方こうなってるものが、はい、こうなる。で、ラインをホールドするんですね。あ、そういうことか。はい、で今動画もあるんでまた発表していきますけども、感度が 1.5 倍から 1.7 倍、はい、本当に上がるんですよ。多分今まで感度が上がるっていうガイドの設定がなかったと思うんで、はい、まあ世界初ということで、でまあちょっと次号さんの目線カメラじゃないけど、何がすごいか、まずピーッと張った状態で感度がいいのは当たり前で、ここからです。このふわ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 テンション抜けてる状態、感じちゃいますかね。はい、でこれがどうやったら手に、これは、はい、今のところ予定がですね、まあジーニアスプロジェクトで作る竿、はい、がスピニング 60UA と 63L が出るんですね、はい、それが、まあ、採用されて、まあ、ベイトもどんどんジーニアス作っていきます。それか、今勝さんのロッドの感度優先のやつ、今はちょっとまだサイト優先、見た目優先っていうのをやってるんで、はい、ちょっとしばらく先なんですけど、はい、あとエバーグリーンさんの海の、はい、アジングのやつ、はいはい、の予定なんですけど、まだそれぐらいですね。まあ一応ね、特許と衣装を出させていただいたので、はい、まあ、許可なくはできないですの、ごめんなさいっていうのは。青木さんのとこに、ああのカスタムもできますよ。カスタムで青木さんにお願いすれば、はい、手がもし、まあ、大会中とかあれだと思うんですけど、ね、手が空いてるときは、はい、ます、はい、あ、まあ、だいたいこうスピニングは上下で終わったのが先を、はい、そうですね、もっといかついものがあるんですよ、はい、ベイトなんですよ、実はもっと出るのが。それこそ、ジムさん、どうぞ。まあ、張った状態はいいな、当たり前。もう、タルタル。分かっちゃいますよね。もう、ほんと、タルタルで。もう、ちょっと、嘘だと思うな。タルタルをブロブロしてあげてください。あんまりタルタルは良くないですか？もう、分かってると思います。ああ、来てる、来てる。はい、その、まあ、ラインスラップですね、フロアのラインスラップ出た状態ぐらいでも分かります。いや、分かってもらえますか。来た来た、タルーンです、ベイトの方が効果が上がる感じですよ。まあ、スピニングのも冬のあの超研ぎ澄まされたあの当たり取んなきゃいけないっていう時のあの微妙な差とかでやって、ちょっと今まあ本当に預かって返すと感度上がって返ってくるんで、はい、まあ、なんて嘘じゃないし、はい、理論的とかそういう、もうもっと以前の問題で、あ、変わったなっていうのが分かる。俺も預けたいっす俺のこれ、うん、これで分かりますか、ね、この感じで分かるのは、だからノーシンカーのベイトフィネス気味なのでやるやつとかで、ね、ノーシンカーとかいいですね、はい、あとライトテキサスの研ぎ澄まされたやつとか、なんかスラック出さないと食わないよ的な、はい、ですね、テンション張ってるとバイトに至らない時とか、ああいうのにすごく有効だと思います。じゃあこれは青木さん宛てにいろいろ相談すれば、まあ相談に乗れる時は乗ってくれるかもしれない。そうですね、まあ、忙しさ次第、じゃあありがとうございました。